残り2周回です。9番山口が3番飯野を抑えて先頭に立ちます。5番蛭田総一郎が流れに沿って今4番手付近外から踏み込んでいきました。動いた9番山口が蛭田を受けていって今度は中段キープ。3番飯野雄太7番手です。先頭はジャンデ、5番の蛭田総一郎、そして9番の山口は4番手で鐘が入って今日も中段確保。3番飯野雄太は今日もまくり展開となって7番手、最終周回に入りました。5番蛭田総一郎が先頭です。つけ切りやすい流れで1番松尾通る番手絶好の位置、内は8番三宅康武、インをすくいかけた9番山口はスペースなく、代わって外から3番飯野雄太の7番手まくり。最終バックでは1番松尾の牽制を乗り越えて切り替えて7番星名千春が追い込んでくる。3番飯野雄太は少しビハインドを食らう形で松尾ともつれて直線に向いたが、7番の星名が抜けた。2番手は5番蛭田総一郎か、星名千春降臨。2着は5番蛭田総一郎、3着は追い込み勢殺到して1番松尾と3番飯野。